郊外の洋館で行われるミステリーツアー。参加の条件は鈍器のようなものを持ってくること。招待状を手に集められた哀れな子羊たち、悲鳴が上がり事件が起きる。全員が凶器を持ち、全員が容疑者。一体犯人は誰なのか。張り巡らされた謎、血のダイイングメッセージ、誰も予想がつかない驚愕のラストを見逃すな。さあ、惨劇のツアーの幕が上がる。鈍器のようなもの、ザ・ムービー。行ってくる。払いたかよ。なんだあいつ。ここに次のお題があるみたいですよ。すごい。ここで何が行われるんですかね。6客。確かツアーのメンバーは7人いたはず。今の声、ムカサじゃないか。ヤクは嘘だろ。おいおい、ムカサ、それ以上触ってはいかん。人が死んだ以上、ここは事件現場だ。これ以上現場を荒らしてはいけない。君、早く警察に電話して。はい。そして君は早く遺体から離れなさい。うわ、死んでんねー。ああ、そりゃひどい。殺人でしょうか。まあ、そうは見えるけど、見た目に騙されちゃいけないよん。どうだ、なんか分かったか。何やら鈍器のようなもので頭を殴られたものと思います。あんまり見てないですけど、滑って転んだものと考えます。刑事、見てください。みんな手に鈍器のようなものを持ってます。なに、全員事情聴取だ。警察の必死の取り調べにもかかわらず、容疑者全員が鈍器のようなものを持っており、犯人を絞り込むことはできず、ただただ時間だけが過ぎていった。お困りですかな。何ですか、あなた。いやいや、私こんななりをしておりますが、こう見えて探偵でして。あ、探偵。あ、どっかで見たことあると思ったら、有名な探偵、田口ロックじゃありませんか。いやいやいや、有名というほどでは。今回の事件、
どうも何か引っかかるんです。決め手に欠けるというか。私が睨む怪しい人物は2名。まずその一人はそこの坂本さん。は？おっさん、なんで俺が怪しいんだよ。坂本さん、殺人の犯人の9割は被害者の知人なんですよ。しかもあなたたちツアー中に随分と険悪なムードでしたね。それはたまたま仕事のトラブルで揉めてただけで。ほほほ、仕事のトラブルで揉めていた。俺はやってねえ。なんだよ、もう一人はどうなんだよ。なあ立てよう、お前怪しいのは2人って言ってたよな。そう、その通り。坂本さん、怪しい人物はもう一人います。いや、やめて。いや、冗談だって。上田ちゃん、本当にどうしたのよ。ここしばらく和田さんにセクハラされてたんです。仕事中も飲み会の時もいつも私に言い寄ってきて、今もこんな状況なのにずっとベタベタ触ってきて。森田さんの彼氏さんだからなかなか言い出せなくて。森田さん、ごめんなさい。おい、あだてめえ、ほんとに待てねえぞ、待てよ、おい、おい、ふざけんじゃねえぞ、おい、おい、おい。上田ちゃんの勘違いだから、マジ、わけわかんないから、そんなのしてない、マジ、ほんとに。意味わかんねえ、やっぱり。一旦休憩にしましょうか。ちょっと一緒にトイレ行かねえ。なんだお前、怖えのかよ。刑事さん、私たちもお手洗い行ってきてもいいでしょうか。何してる、遺体から離れろ。母じゃないよ。え、何なのこれ。君たちがやったんだな。動機があるのは君たちしかいないんだ。私たちはずっとトイレで和田さんの悪口言い合ってたんです。いい君だけど殺したりなんかしません。何だと。ちょっと待った。そこのお嬢さんたちは犯人じゃありませんよ。真犯人はそこでニタニタ笑っているあなただ、長妻さん。ええ、長倉さん、あなた三笠さんが死んだ時リビングにいませんでしたよね。それに見たんですよ、あなたが三笠さんの脈を測りに来た時に。あなた手で何かゴシゴシやっていた。今もあなたセクハラ男にかぶさって何かやってたんじゃないですか。そして極めつけは椅子の数です。椅子の数。ええ、刑事さん、私たちがリビングに到着した時椅子の数は全部で600あった。しかしツアーのメンバーは全部で7名。つまり不正に参加している者が1名。長倉さん、招待状を出してください。やはりそうでしょう、事件時刻にみんな通らず不必要に死体に近づき招待状も持っていない、この連続殺人事件の犯人は
あなたです。かっこいい。キッ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 、よくぞわかりましたね。ご褒美として皆さんにこの刃を差し上げましょう。キュー！え？柔らかい。そうなんです、実はこれ空気ビニールなんです。鈍器のようなもの絶賛発売中。